FM Palaloon. FM Palaloon. Friday Brand New Cruise.10月の14日金曜日フライデーブランニュークルーズです。時刻は11時16分を回りました。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送。続いてのコーナーは週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸で活動を活躍している魅力あふれる人をゲストとしてお招きし、活動内容などさまざまな情報を伺っていく15分間です。出演ゲストは毎週水戸の魅力発信家がコーディネート。これまでも小学生から90歳以上の方まで水戸のキラキラと輝く方々に出演していただきました。今日はですね、豪華に3名お招きいたしました。水戸市ボランティア連絡協議会から平沼健二さん、矢作美智子さん、そして水戸市社会福祉協議会の吉川博明さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやあ、協議会の平沼会長、はい、あ、いや秋ですね。はい、ね、はい、あの春夏秋冬で一番好きな季節は何ですか？秋ですね。いやでもようやく秋になりましたよね。なかなか台風が来たりね、長雨になっちゃったりね、はい、矢作さんも秋が好きですか？夏です。あら夏が好きでした。夏はどんなところが軽装でいられるところが好きです汗かいてね。でもやっぱり夏が好きですか？はい。同じ質問、吉川さんは何が好きですか？そう、私も夏です。夏が好き。あ、そう、じゃあもうちょっと終わっちゃって寂しいですか今、はい、ね、さあ今日はですね、第15回ボランティア祭り in ミオス、開催について、いろいろお話を伺っていきたいと思います。そのミオスというのは赤塚駅の北口に、ね、あるところですが、では早速平沼会長、その第15回、第15回というのは、毎年1回行われるんですか？はい、この時期に。そうです。じゃあ毎年この秋 10月頃に。そうですね、じゃあもうこれで15回目ということは15年というか14年かな、丸ですね。そうですね、はい。この第15回ボランティア祭り in ミオス、ズバリ、これはどんなイベントですか？はい、ボランティアサークルの地域での日頃の活動を紹介し、新たな仲間やネットワーク作りを目指すとともに、我が家の防災とりあえず3日間をテーマに、非常用備蓄食や防災関連のコーナーを設けて防災意識の向上を図ります。またさまざまな分野のボランティア活動のさらなる振興と市民への啓発を行います。まあ、具体的な内容といたしまして、はい、6つほどあるんですが、1つは体験コーナー。体験コーナー、ボランティアの体験コーナー、はいはい。福祉体験としまして、車椅子、アイマスクをつけての体験。あの最近スポーツでも、ね、アイマスクをしてサッカーをするとか、はい、その健常者が体験をすることによって、はい、そのね、その身になってみて感じることとか、はい、ね、そういったイベントも多いですよね、はいはい。その他日頃のボランティアサークルの活動を展示コーナーを設けて紹介しております。うん、あ、一言にボランティアといっても様々ですよね、はい。どんな分野があるんですか、珍しいボランティアと。まあ、一般的に福祉がね、パッと思いつきますが、はい、いろいろ分野はあると思いますけど、一言では言いませんけど、うん、やはり基本的に自主的に、うん、はい、社会のために手弁当で頑張ってみようというグループが多いです。うん、ね、ボランティアやってみたい、漠然と何かの人の役に立ちたい、時間があるぞという方がね、どのようなボランティアが自分に合ってるのかとか、どんな種類があって、あ、こんなお手伝いがあるんだということが、紹介されているということですね。はい、この我が家の防災とりあえず3日間というのは、はい、非常に最近災害が多いので、私たちができる防災の意識向上はですね、はい、とりあえず3日間家庭で備えておくと、はいはいはい、とりあえず3日間何があっても、うん、どことも連絡が取れなかったり食料がなくても、うん、3日間は何とかしようというもののとりあえず3日間なんですね。そうです。あ、なるほどね。その何かしなくちゃ、防災に備えなくちゃといってもどうしたらいいかわからない、これ分かりやすいですね。じゃあ3日間どうしたらいいかっていうところですね。はい、はい、体験コーナーもあるんですね、たくさんね。
その他ですね、今お話しました防災防犯コーナー、それからあのフリーマーケットも開催しております。フリーマーケット、はい、これはボランティアに関すること、それとは全く関係なくフリーマーケットなんですかね、出品されるものは。フリーマーケットをしたいというグループが水戸市内に大勢ありますから、はい、そのいくつかのグループが特別に申し込んでいただいて、当日だけフリーマーケットに行うと、ね、家で使わなくなったものとかね、もらい物とかいっぱいありますよね、はいはい、この防災防犯コーナー、はい、防犯ね、やっぱり今いろいろね、こう事件もありますしね、はい、自分の身を守らなくてはいけませんね、はいはい、さあ、あの第15回ということですけど、過去、ね、14回開催はどうでしたか。はい、あの水戸市のボランティア連絡協議会はあの平成11年に、はい、設立されて、運営されてるんですけど、うん、現在はあのボランティア連絡協議会に66のボランティアサークルが、サークルと3個人が所属しております。66団体あるということですね。はい、うん、はい、で過去のね、開催の時はどうでしたか。例えばあの昨年第14回ボランティア祭りではですね、通常 の, あのボランティア内容に加えまして、うん、非常食の備蓄法、ローリングストックコーナーや水戸市の水戸ちゃんにも参加していただきまして、水戸ちゃん来ましたか、はい、約400名以上の方がご来場いただきました。これ、1日ですよね。1日です。うん、さあ、ではあの矢作さん、はい、あ、矢作さんじゃなくて吉川さんだ。はい、はい、順番間違えた。今回の第15回ボランティア祭りイミオス、毎年あの10月に開催ということですが、具体的な場所時間を教えてください。はい、日時はですね、10月16日日曜日、時間は10時から3時までとなっております。あさってですね。あさってです。あ、もうあさってだ。はい、はい、場所がこれは赤塚駅の、はい、北口の、ミオスビルとありまして、はい、水戸市福祉ボランティア会館、うんうんうん、でこちら全館を使用いたします。はい、全館利用で、去年は400人を超えるお客様が集まって、今年はもっとたくさん ね、 そうですね、期待したいですね。はい、そのボランティア会館でやるということですから雨関係ないですね。はい、はいはい、朝の10時から午後3時までということです。これをお越しいただくのに特に費用はかからないですね。自由に来ていただいて、はい、いろんなものを展示また体験していただきたいと思います。さあ、では矢作さん、はい、これ開催するにあたっていろいろね、あの66も団体があったりとか、いろいろ調整、開催にあたってご苦労があったと思うんですが。はい、あの今会長からも話されましたように、あの三好で活動している人以外の方々にボランティアに関心を持っていただき、うん、足を運んでいただけるよう、その年その年にテーマを決めて展示コーナーを設けたりっていう、そういう工夫にあのすごく皆さん苦労しております。うん、あ、またそのポスターを作る皆さん手作りのポスターなんですが、はい、それを見て興味を持って三好に行ってみようかっていうふうにはポスター作りにも非常に毎年苦労しております。うん、またあのお子さんなんかにはね、はい、あのそういうボランティアにも興味を持っていただき、たくさん の, あのボランティアのブースを体験していただくことによって、あのお楽しみの何かをちょっといただけるとか、またあのゲームコーナーを設けたりとか、うん、お子様にも興味を持っていただけるよう、また大人の方には今災害もあの非常に興味をお持ちですので、こういう時にはこういうものを用意しておくと3日間あの公共機関の支援がある3日間まではなんとか生き延びることができるよと、うん、そういうようなことのもコーナーも設けるよう頑張っております。はい、まあ、とにかくね、今活動されている方以外で、はい、まあ、潜在的にねやってみたいとか、はい、考えてらっしゃる方も本当にたくさんいらっしゃると思いますし、はい、あとは自分で分かってはいても何の備えもしていない
僕なんかもそうなんですけれども、いつ何が起きてもわからないし、今日この後ね地震が起きるかもしれないし、そうですね、防災、とりあえず3日間というのは確かにわかりやすいし取り組みやすいですよね。はい、はい、過去14回、矢作さんどれぐらい携わっていらっしゃるんですか？11年ぐらいは携わっております。その中でも苦労されたこととか印象に残っていることはありますか、このボランティア祭りで。私ずっと広報の方を携わっておりますので、うん、あのいかにね皆さんに見寄せでこういうあの活動をしている人がたくさんいるんですよと、はい、またあのボランティアっていうものはあの自分たちが一般に災害だけボランティアっていうのは非常にこう浮き彫りされるんですけども、一般日常生活の中でもボランティアっていうのはあるんですよということを知っていただきために、あのそういうこう PR っていうか、うん、啓蒙活動をしていかなきゃいけないなということで非常にこう今までも感じております。まあ、災害とか、はい、そういった福祉のボランティアの他に、はい、どんなボランティアがこの紹介される中ではありますか？例えば、古い切手をこう集めたりとか、それから、まあ、最近なんですけどね、まあ、老人施設介護施設に行って、うん、私たち歌を歌ったりとか、うん、なんか踊り踊ってちょっとこう、はい、楽しんでいただこうとか、それもボランティア、それもボランティアなんです。皆さん自分の時間を割いてそういうものを学習して少しでもちょっと喜びを与えるっていうことも、これもボランティアだと思っております。そうですね、自分に何ができるか、その自分のそのライフスタイルの中で空き時間とか、はい、無理のない形で、皆さんに合ったボランティアがここで見つかるかもしれないですね。そうですね、はい、さあ、じゃあ最後にですね菊川さん、はい、はいはい、水戸市の社会福祉協議会はですね、今年の4月に、水戸市社会福祉事業団と合併しました。合併後初のボランティア祭りとなりまして、今日参加いただいている、平沼会長、矢作さんをはじめ、ボランティア連絡協議会の皆様を中心に、協力をして進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。と16日の日は、皆様のご来場をお待ちしております。はい、平沼会長さっきおっしゃってたフリーマーケット出店なんですが、これまだ空きはあるんですかね？またあります。ありますか？はい、はい、あります。これ参加される方は出店料500円かかりますが、かからない、取りません、あ、取りません、かからなくなったということでただですね、フリーマーケットただで、ご参加いただけます。連絡先はですね、029-309-1011、029-309-1011です。お問い合わせください。あさって日曜日、10月16日日曜日、場所が水戸市福祉ボランティア会館、赤塚駅北口ミオスで行われます。ボランティア祭り in ミオス、今回で15回目、あさってです。朝の10時から3時までです。たくさんの方ご参加ください。今日は第15回ボランティア祭り in ミオス開催について、水戸市ボランティア連絡協議会平沼健二さんと矢作美智子さん、水戸市社会福祉協議会の菊川博明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。